はい、おはようございます。こんにちは、こんばんは。レオジンと申します。デスティニークルーシブル最終回でございます。最終回という理由、最終回の理由はですね、新しい実況シリーズを始めようかなと思いまして、まあ一旦の区切りというか、まあ、節目みですね。まあここでちょうどエアロみたいな感じで、まあ、勝手に自分で判断してるんですけど、まあここでパサッと一旦中断してみたいな感じで、中断というかまあ休憩みたいなもんですね。はい、もしかしたらまたデスティニーまた動画上げるかもしれないし、まあそのままお蔵入りになるかもしれませんけども。まあね、非常に楽しかったゲームなんでね、まあぜひともね、まあこの動画を見てくださった方で、まあ少しでもね、デスティニーの面白さが伝わればなと、思った動画投稿してました。どうですかね。どうですかね。あまりこう、なんていうかな。まあ、主にタイタンだけどね、タイタンの、タイタンしか使ってないね、クルーシブルは多分。まあ、オーロックとかね、ハンター使う予定あったんですけど、まあちょっとレベル上げが足りなくて、間に合わなかったんですよね。はい、まあ、いいよね。タイタンかっこいいからいいよね。もうこの歩く戦車って感じがいいですよね。体力多いし、素手だし、超かっこいいし、みたいな感じで。さあ、やってみましょうか。ラストクルーシブルコントロール。旗持ちはもちろん、レオジン。キン。アルファチーム。もうモヒカンが光り輝いてるよね。任せてください。さあ、やっていきましょうか。もうこれ最終回ですから、ちょっと寂しいものもありますけどね。はい。まあ、やっていきましょうか。そうですね。もう、クルーシブルにおいて、まあ、武器の浮気がそこそこあったものの、なんとなくというか、結構活躍してくれた武器がこれですね。今僕使っている、シャドープライスという武器ですね。もうこの武器は結構、本当戦ってくれましたね、よく。よく戦ってくれました、本当に。非常によく戦ってくれました。素晴らしい武器でしたね、これは。よし、まあ、とりあえず、1体撃破かな ?1 体壊して、よし、じゃあ、C 流れていきましょうか。いや、もうこの武器しか使ってなかったですね、ほぼね。シャドープライス。バンガードの、オートライフルでして、パーフェクトバランスとかついてるという、非常に優れてる武器なんですけども、まあ、何があれかって言ったら、やっぱあれだよね、ブレの少なさと、第三の目がついてるんですよね。マップが見れるんで、コールビューティーと同じ感じで、武器が使えるんでね、まあ、これが非常にでかかったかな、自分の中では。ちょっとエイムがすごいブレてんな。キュンキュンってブレるな、なんだろう。いや、近いな。やめておこう。フュージョンに変えようか。いますね。降りてこいや。降りてこない。怖いな。よし、仕方しようじゃ。下から来るかな。やっぱり。うわー、ミリ残ったー。マジかよ、あいつ。それ。フラッシュマン投げたわ。くそ、ミリ残したかー。タイミング良かったんですけどね。ナイス A コンタクト。いいですね。さあ、ここドラム缶見ていきましょうか。なんせパーフェクトバランスなんで、ブレがないんですよ。この距離任せてください。何 ?A 取られてんの?ちょっときついか?これちょっときついか?これいける?よし、ナイス俺。素晴らしい。自画自賛。もう第3の目ついてるから、どっから敵来るかは大体わかるんですよね。マップ映ってるからね。よし、全エリア確保。よし、いいね。いやー、何回かテイク重ねたんですけど、やっぱシャドープライスに戻りましたね。スロスレジームとか使ってたんですけどね、レジェンダリーウェポンで、レジェンダリーじゃない、エキゾチックウェポンでね、非常に、弾の威力が高いという、まあ、結構、低レートのね、いい武器だったんですけども、よし、やった。ちょっと打ち合いマジでずっとあれだな、死にかけてんな、俺。テレポートも無駄無駄。後ろ。どっちだ?いるよな。あーくそ、これラグでな、なんか体力ゲージが減ってるんか増えてるんかがちょっと分かんない時ありますよね、たまーにですけど。まあ別に構わないんですけど、まあ B 入ってんな敵、まあ、C 取ってどうぞ。あ、ヘビーウェポン出てますね。取りに行きたかったけども敵取っちゃったか。さあ A 行ってきまーす。それ上からスーパー、これはもう恐怖ですね。もう敵の上に床倒しましたからね。ドーン言うて。わあ、死んでなかったのか。
ノバボム、撃たれた後か、撃っちゃった後か。それは仕方ない。一旦 CB か、B 取りに行きたいですね。さあ、この距離当てていくんですけど、当てたかったんだけど、アシスト入んなかったな。ポイントが欲しいな、今。光のオーブとか欲しいな、今。非常に光のオーブが欲してますよ。エリア C の制圧完了。あー、もう2人目きついな。マジか。結構いけるかなと思って、エイム合わせたんですけど、ダメだったね。あ？そっち行ったんか。ナイス。さあ、A 取られていく。はい、OK。A ロスト。A ロスト？じゃあ B 行けないか。来た！ 23 発、28発しかない。こんなもので何をしてること耐えれるか俺。さあ、取ってはいるけど。OK。まあ、アシストでいいやろ。よし、B 取れた。よし、二旗確保。これでまた点数開けれるな。13発で1キルできるか？ OK。まあ、いいだろう。ああ、左から来てたか。このゲームはもう、あれですね。2人目とかダブルキルはもう本当に同時で倒さない限り厳しいですよね。やっぱ体力が減ってる状態はかなり不利なんでね。減ってる状態で打ち勝つのはもうヘッド以外ないんでね。ヘッドしてもたまに打ち負けるぐらいありますからね。なんとも言えないですけども。フラッシュバンダー横投げたの。見えてないでしょ、あなた。見えてないけど、かわされたな。見えてたのかな、じゃあ。パンチ当たったけど当たったけど、うんって感じしたね、今。相当今すごかったな、ラグが。そう、もうさっきから打ち負けてはいますけども。OK、まあ、冷静に1キル。した後に、まあ、A 入りたいんですけども、味方と。キルしてくれてるのかな。オッケー、まあ、とりあえず A 取りましょうか。おいおいおい、お前味方の来たところからお前来たんじゃダメだよ。はい、フラッシュバン。まともに食らって見えないよ前が。よし、いいよ。さあ B 行きたいですね。 B 行きたいんだけど流れる前にやることがあるよね。 OK、 まだあるよね、たくさん。そっちかお前。よし、いいね、タイタンって感じだわ。まあ来てるよね。下か、下か。うお、チャージが遅かった。フュージョン若干遅かったね。いや、ちょっと惜しかったですね、今のは。惜しかったけど、まあまあまあ、まだいけるわ、まだいけるわ。味方の数が少ないのか多いのかわかんないんだけど。いやー、マジか。OK。ヘッドショット。あと5分？マジか。5分もあんのかと。二旗維持されてるとはいえ、きついな、ちょっと。OK。いいね。右肌奥、あれは、あれはサンダーロードや。あれはサンダーロード。ヘビーウェポンですね、あれは。あれは打ち負けるわ、絶対。あの距離であれはやりまず。だから、俺は横から行く。可能性を信じて。エリア C の制圧完了。ナイス。あ、でも A 取られてんのか。さあ、B コンタクトしてますよ。エリア C を確保。結構来んな、これ。結構来るな、これ。これ絶対来るな。あ、えらい来るな。ノバボム。じゃない、ショットガンか。いやー、ショットガンされるか、あそこ。つらいなぁ。A 取れるかなぁ。A 取れるんやったら手取りに行きたいけど。さあ、どうだ、どうだ。こっちか来るか、こっちか来るか、こっちあんの。ノバボム、マジ、はっさ！くっそ、マジ！
いやー、キルしたつもりなんだけどな、遅かったかな、若干。発動スキルパないっしょ、あれでって。オッケー。まあ、旗取って。エリア A を確保。完了だ。いない？いや、いるやろ。敵がエリア C を奪取。オッケー。さあ、もうここから死ねないぞ。キルしていいけど死ねないぞ、これは。アシスト、もうこれビートランド。ビートル前にやることがある。まだ希望はあるぞ、ガーディアン。ああ、希望はあるな。希望しかないわ。ここで A に流れてくる敵をやりたい。確保。ヘビーウェポン弾が到着。そうだ、あれやりたいな。冷静に。甘いわー。持ってたんですよ、自分。フラッシュバン。あー、もう少しやったな、でも。いけた。あ、レジェンダリーエングラムゲット。いやー、最後にふさわしいエングラムでした。いやー、惜しかったけどね。いやー、まあ最後にレジェンダリーエングラム手に入ったから、よしとします。では、デスティニーのクルーシブ、ご視聴ありがとうございました。次回作でお会いしましょう。ご視聴お疲れ様でした。また会いましょう。バイバイ。